まっすぐを意識するバランス能力向上ピラティス4000やっていきましょう。まずはオールフォアーズオンローラーです。生理的湾曲を意識できるようにお尻の穴を後ろの壁に向けるイメージでローラーに乗ります。手は親指同士をつけて蝶々のような形にして脇下で押すことと内に寄せる左右均等に大胸筋も効かしていきます。膝も両方寄せ合って内転筋を効かしていきましょう。まっすぐを意識することでローラーを乗りこなせます。しっかり乗れるようになってから手を上げるようにしていきましょう。結構転倒が多いのでしっかりまっすぐ意識できるように頑張ってやっていってください。次はレッグプルフロントバーティカルです。先ほどと同じように脇からローラーを押しながら生理的湾曲を保ったまま頭からお尻を床と平行にします。ビッと上に足を持ち上げてしまうと内転筋が入って膝も曲がりやすいんで若干内転内旋を意識してつま先を内側に回す意識で太もも裏のハムストリングスを効かしてつま先を遠くに伸ばしながら上げていきましょう。支えているつま先もぐらぐらぶれないように親指と人差し指の間に体重をかけていくイメージで行っていきます。次はスイミングオンローラーです。ローラーを内転筋を効かせて膝で支えることでバランスを取ります。クロールのような動きで目線を動いている手に向けることで腕だけで動くのではなくて胸椎を動かすっていうイメージをやっていってください。でそれについていかずに骨盤腰椎は安定させておくことがバランス能力が大切になっていくポイントです。骨盤は前傾しておくことで腸骨筋が入り股関節を安定させてくれます。背中が丸くなったり肩がすくまないようにしていってください。次はワンレッグサイストレッチです。体を主に支えているのは大腿四頭筋っていう前ももの筋なんですけど片足なんで骨盤が支えている方の足に肩って傾くことが多いです。それを内側後筋だったりとか内転筋群で骨盤がぶれないように膝の内側に意識を持って安定させてください。背骨は常に伸ばして顎は少し上げた状態で首を安定させて体の傾きに合わせて上を向いていきます。背中に効かないように肋骨がボコッと浮かないようにお腹は薄く外腹斜筋で保っていきましょう。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今日はバランスを取るっていう練習をしていたんですけど、バランスって筋力的な問題もあれば感覚的な問題もあってバランスが取れない人って多いんですよね。まあ、真ん中にしっかり寄せていくっていうことはバランスの上ですごく大事なんで、やっぱ人間って二足歩行なんで二本で立ってるので真ん中に寄せることによって力が外に分散しなくって揺れも少なくなります。なんでまずはまっすぐ整える、真ん中に寄せてくるっていう上で今日のエクササイズ4つやっていってもらったらと思います。はい、こんな感じで、まあ、ローラー使ってやるエクササイズって転倒のリスクもあるんでしっかり安全なところでやってもらったらと思います。はい、そんな感じですね。僕のこのチャンネルではこうやって体良くしていくエクササイズ紹介したりとか、岡山城近くにあるゲートスタジオっていうピラティススタジオを運営しているのでこちらの情報であったりとか、あと僕フルマラソンで3時間切りサブスリーを目指す練習動画や本番動画も上げていきますので、ぜひぜひそちらもご覧いただければと思います。週に1回体に詳しくなるショート動画も配信してますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。体にお悩みの方はぜひぜひ岡山県のこの岡山城近くにあるピラティススタジオリラクゼーション&ピラティスゲートにお越しいただければと思います。概要欄にホットペッパーの予約リンク貼ってますので、ぜひそちらからご予約いただければと思います。はい、そんな感じですね。じゃあ今日もこれで終わろうと思います。それではお疲れ様でした。